ねえ。夜に出発する。夜に、ってかね、もう配信終わったらね。よいしょ。準備して。ぽわーっと。行こうかなーって感じですね。もうちょっと夜なんだけどね。夕方、1時間が、ウマ娘の CM だ激闘の行く末を見よ。そう。忙しいなんですね。いろいろ、準備してパーンって行くけど。まあ、歌枠1時間ぐらいかなーって感じかな。旅行の荷物？あとはね、持ってくね、服がね、乾燥が終わればね、終わる。まだね、乾燥が、ちょっとね、もう一回してんだよね。いい感じ。ということでね、17時半から夜予定です。11時半からやる。今回も的中してたカバー競馬同好会ありがとう。それな？待って、とかね、カバー競馬同好会の方々さ、なんか G までいたから、G、E、F、G。まあ、7名ぐらいさ、紹介させていただいたけどさ、実際にはね、もう30何名ぐらいいるらしいよ。社内で。その中から最もなんかこう、いい予想をしてる人たちを、なんか厳選して、なんか くれたらしい。っていうの聞いて笑っちゃったよ。なんか、案件のさ、放送終わった後にさ、それ聞いたんだけどさ、笑っちゃったわ。そんなにいたら？今、お祭り騒ぎやん。まあ、でも、あれか。土日だからあれだけど。ねえ。人数多くて臭い。いや、ほんとだよね。めっちゃいたわ。ねえ。待って、ルメーニャ教の人、だから敵中いない？多分、がっつりさ、勝った人いるんじゃねえ、これ。ねえ。一番案件楽しんでたまだある。ねえ。モネちゃんがコントレールすごかったですね。優秀伸びすぎるって連絡来てた。やばかったねって書いとこう。めっちゃもらい泣きしてしまった。しちゃいました。めっちゃ感動した。ねえ。でも、スペースって機能は神だな。よいしょ。これもね、録音できとるから。録音データがね、ツイートで30日間ぐらい残るらしいですよ。ねえ。いや、感動したな。ゆこち気にしすぎやって今までのレース荒れたからね。いや、そうだけどさ。いや、そうだけどさ、やっぱなんかちょっとさ、
なんか落ち込んでた、普通に。だって硬いって言われるさ、予想してもさ、外しちゃうしさ、なんか結構、もしかしてなんかあれなんかな、みたいな感じで思ってたんだけど、コントレイルが結構のことをね、叩いてくれた。ありがとう。ねえ。これはもうアニマも頑張るしかないな。アニマ記念こそは絶対放送するぞ、マジで。絶対放送するぞ。リベンジだ。ねえ。いや、感動したなぁ。ディープインパクトね、感動した。なんか、しかもさ、競馬場に人がいるのもやっぱ感動する。グッとこるよね。本当になんか、いいなと思った。ねえ。よいしょ。はぁ、あ。じゃあね、ちょっとまたミコもね、食器とかも、いけないからやりつつ17時半にねまた放送するんで、そっからね30日は放送するか、実質1日休みみたいな感じかな。ちょっと明日は多分1日放送しないけど、明日はねスペースとかするのかな。ミオサバミコでまったりスペースとかして、30日帰ってきて、放送室に夜するって感じだから、明日だけ、実際、放送的な明日だけ休みみたいな感じでは、あるかな？うん。そんな感じです。ほーい。結局1日か。まあね。まあまあまあ。一日もでけえよ。一日もでかいよ。ねえ。過呼吸なんていない。え、めっちゃ払い物しあるじゃん。え、待って。3連単的中してんじゃん。いや、いいな、すごいな。ねえ。4万、5万ぐらい返ってきてる。払い戻ししてくれてるんじゃない？ミコはね、そんなに払い戻しはないと思う。ないんだけど。でもね、アリマはね、ちょっとね、いつも3万5千円だけなんだけどね、ちょっとあげようかなと思っとる、記念に。ちょっと記念にちょっと多めに書きようかなと思ってる。ミコを。結局、そんなね、書けないから、記念にね、年一でアニマだけは、ちょっと高い金額を、かけてみようと思う。って感じかなぁ。むしろスペース穴埋めしてるんだから実質休んでないのでは。そんなことないよ。休んでるよ。ペースだけで、ねえ、こうやって喋んのってもうほんと、みんなと電話してるようなもんだからね。ねえ、ゆっくりね、温泉使ってね、あのね、美味しいご飯食べてね、えへへへへって感じ。うん。35万!35万かける勇気ねえ !35 万うえ、こ、怖いな。35万やばいな。ねえ。
35,000、あ、みこ3,500円だ。3,500円かけてる。そう。大きいねとか記念に掛け金増やす。もう一発のギャンブラーやな。いや、35万かけないよ。そう。あれだよ。あのね、全部で3500円をかけてる。全部。合計したら3500円になるように、書き方をしてる。だよ。いや、なんかお金ね、なんかね、競馬、競馬別にギャンブルしたくて見てるわけじゃないからな、ぶっちゃけ。予想とか楽しい。楽しいし、こう応援してる感じで見てるのが一番だから。ギャンブルでやってるわけではないけど、アニマはね、ちょっと掛け金増やしてもいいのかなって思ってるな。ねえ。そんな感じだよーん。ということで、この後ね、1時間半後、また会いましょう。またねー、おつみかー。急遽のスペース、ありがとうねー、バイバーイ。